なんだか街がキラキラしてますね。クリスマス？何ですか？へえ、そうなんですか。サンタさんってもしかして。ご苦労様です。ヒロシ様？ヒロシ様はどなたと過ごされるんですか？クリスマス。特別な日でしたら大切な方と過ごされる方がいいですよ。いらっしゃい、真鍋くん。今日はどうしたの？アイスクリーム？はい、毎度ありがとうございます。
あなた見てるとなんかバカバカしくなってくるわ。Thank you.
やっぱりダメだ。先輩だ。やっぱり先輩だよ。私のこと心配してくれるんですか？先輩はどうして私に優しくしてくれるんですか？私、今少し分かりました。先輩が本当は先輩だったんだってことが。それから私の ご苦労様。さ、上がって。どう？何か進展はあった？じゃあ何しに来たの？嬉しいこと言ってくれるわね。じゃあ勉強道具用意するから。
真鍋くん、実は相談したいことがあるんだけど。ここで話すのもなんだから、今からその私の家に来てほしいの。そこで話すわ。ごめんなさい。行きましょう。その辺りに座って。お茶でいいかしら。仕事の方はもう慣れた？そう。あ、先にどうぞ。
真鍋くん。好きな人とかいる？いいから答えて。あなたはその人のために何をしてあげられる？私は何をしてあげたらいいの？真鍋くん、真鍋くん、見て。好きにしていいのよ。違う、違うのよ。私はあなたが思っているような女じゃない。だからそんな目で私を見ないで、お願い。私やっぱりできない。真鍋くんだけにはできない。
真鍋くん。真鍋くん。